よ生まれたよ野上の生食パン優しくて柔らかな野上の生食パン子供たちも大好き生食パン発祥のお店野上12月23日放送版坂上裕二のエンモーニング。さて今回のゲストは坂上裕二社長です。ヤフー検索大賞2年連続受賞おめでとうございます。ありがとうございま す, いますやりました。すごい野上すごい思ってる思ってる、 思ってる本当にすごいね。リアクションね、 いつもこのあんまり気持ちのこもってないリアクションありがとうございます本当にね。はい、はい、野上はすごい。え2年なんですね。2年連続で、うん、これはパンだけじゃなくて、うん、食品部門なんで全食品の中からヤフーさんで検索されたっていうのは2年連続なんですよ。これなかなかの快挙でさすがの松尾海でもできないと思うんですよね。いや本当に羨ましい、うん、表彰のとこにね今年の顔で松尾海って出てくるかと思ってずっと見てたんですけどひょっこりはんでしたね。もう負けてしまいました。負けましたか。じゃあ、僕もね、はい、次3年連続で野上狙いに行きますんで、うん、はい、来年は虎ノ門ヒルズで、うん、松尾嘉右衛門、何賞でノミネートされましょう。シンデレラ賞でお願いします。あ出しそうです。頑張りましょう頑張るぞ。はい、聞いてね、聞いてください。